にちは。ちょっとね、書いたので貼ります。ちょっと斜めってるね。よいしょ。うん。ちょっと文字ちっちゃかったかな。読めないかもしれない気がしてきた。読めますかね。こんにちは。ちょっと近づける。お、文字読めますかね。よし、読めます。お、ありがとうございます。よかった。テロップを入れます。まずは、そうだ、3時で変わるから。いや、でもさっきと同じこれでいいか。よし、見た。めっちゃ揺れちゃう、ごめんなさい。そう、これね、古いやつね、ライトが古いやつって言ってもそんなずっと使ってるわけじゃないんだけど、もともとのこれの方が照明がなんかすごい光るので漏れるんですけど、こっちの方が安定感はない。こんにちは。絶対1位。笑顔の花咲いてありがとうございます。そう、ぬいぬいね、用意しました。よいしょ。ハリーちゃん、こんぐらい。なんかさ、画面通すとめっちゃ歪んで見える。なんで、キムリです。こんにちは。いつ見ても可愛い、優しい。ありがとうございます。こんにちはどうしよう、飲み物を飲みたいんだけど、これなんかすごい前のやつな気がしてきたんだよね。なんかさっき出てきたんだけどやめとこうかな。こんにちは。よいしょ、ちょっと待ってね。そう、レイニアさんも強いですよね。でもあの、そう、さっきの配信でたくさん応援していただけて5位だったんですけど、2位まで上がりました。本当にありがとうございます。そう、3時にミッションとキラキラ星がねリセットされるので、まだ3時までのやつ持てるよって方は、ミッションのところ、あの稲妻みたいなマークのところにあるので、そこでキラキラ星とミッションで小ゴールドゲットして投げてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。おやつ時も可愛い、優しい。笑顔のあなさいてありがとうございます。こんにちは。そう、ぜひ初めて来たよとか、あんまり見たことなかったよって方で、もしよかったらフォローもお願いします。兄様、そうなんです。ありがたいことに今2位まで上がりました。でも昨日もさ、2位から5位か6位まで一気に下がっちゃったから、配信しない間にね、全然まだまだ油断できないんですけど、っていうかそもそも1位を目指したいし。テロップ余ってるキラキラ星集めてます。あー、
余ってる。そっか、余ってるっていう表現でいいのか。でもな、ミッションもな、ぜひお願いしたいし、夜代わり。こんにちは、花江ポーズ。飲んでいいよ。いやね、あのね、そう、今ね、飲もうとして途中まで、開けたはいいんだけど、これ古いやつが出てきた気がしてきて、なんかさ、例えばベッドの脇とか机の下とかにさ、一旦ちょっと置いといて忘れちゃったのを後から発見したりってありません？多分私なんかこれ昔のな気がするんですよねって今思った。さっき見つけて、あれここに置いてたっけ、飲もうとか思って手に取ったんだけど、あれいつのかわかんない、怖い、やめとく、やめとく。絶対1位ありがとうございます。笑顔の話してありがとうございます。キラブキラ星お届けありがとうございます。久しぶりに聞いた、なんとかお届けってさ、あったよね。あったけど、捨て虫っていうか、システム変わっちゃってさ、あんまり読み書きしなくなった。あー、ありがとうございます。クマさん発見した。はなはなさん、クマさん、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にたくさんギフトとか、コメントとか、本当にありがとうございます。絶対1位。こんにちは。味が変、いや、まだ飲んでない。ちょっと怖くなって途中まで開けて冷静になってやめた。3時からミッションクリア時のギフトもある。ミッションクリアしたらギフトもあるんだっけ。そうだっけ。花江がいっちゃん大好き、嬉しい、やったー。1番が嬉しいです。1位になりたいし、部屋片付けなよ。別になんていうの、置いてたのを忘れてたのを多分発見したっていうことだと思う。これは飲まない、別にそんないつもよくあるお茶だし、よくあるお茶だしとか言っちゃったらあれだけど、でも9月はね、ちょっと部屋荒れ気味だったので片付ける。でもお茶は多分関係なく普通に忘れてた。アイムホインドネシア、インドネシアからありがとうございます。こんにちは。インドネシアの方、そう、たまになんか来てくださるんだよね、私のルーム。こんにちは、ありがとうございます。お、最近まで戻ってきたぞ。2時54分。キラキラ星まだお持ちの方いたら、ぜひ、59分までかな？が、今日の前半でもらえるキラキラ星なので、余ってたらぜひお願いします。そう、これね、さっきの配信終わってから書いたんだけど、今、初めて、来てくださった方も多いと思うので、シーンさんと NGT48 の公式モデルオーディションっていうイベントに今参加しているので、キラキラ星余ってる方、3時までのキラキラ星余ってる方、ぜひお願いします。あとはミッションでショーゴールドとかも余ってたらお願いします。チャレンジのところにあるレインボースターももしあればお願いします。どこだっけ、どこだっけ、こんにちは。画面だけでありがとうございます。なんとかちょっと差し上げました、ありがとうございます。あー、やばい、申し訳ない、インドネシア語が読めない。でも多分インドネシアの方に向けて書いてくださったんだよね。ありがとうございます。
そう、皆さんお仕事の多分合間とかにこんな中途半端な時間なのに来てくださってありがとうございます。ミッションクリアするのにライバーにギフト送るもあるから、もしかしたらもらえるかも。確かに、もしよかったらお願いします。キラキラ星500となってるけど実際100まで、自分にもらえる、なんていうのその500もらえるというか、3時までで500一応ゲットできるんですけど、同じ方には100個までしか送れない。 A さん200個送って B さん200個送ってみたいな感じで、全体でショールーム全体で500もらえるけど、同じ人には100までっていうことです。こんにちは。そう、1ルーム100までしか投げれないんです。こんにちは。仕事をサボるの、サボるのはお手の物大丈夫ですか？そう、ぜひ全然無理せずに、そう、結構いろんな時間に配信する予定なので、今日のスケジュールもね書いてあるんですけど、なんかその今まではさ、ステボ人があったから、できるだけ毎回行くよって思ってくださった方も多いと思うんだけど、もちろんね、毎配信来てくださるのすごく嬉しいんだけど、皆さん絶対お仕事とか学校とかいろいろあると思うから、その3時より前の配信のどれか1個都合がいい時と、3時以降の配信でどれか1個都合がいい時か、もしくはこの3時またぐよっていう配信に来てくださるとすごく嬉しいなって思ってます。でも全然本当に無理せずに、お時間あるときにお願いします。こんにちは。そう、朝の分がね、あと2分、今58分でもう3時になったらリセットされちゃうので、余ってるキラキラ星あったら投げてくださるとすごくすごく嬉しいです。ものすごく力になります。よろしくお願いします。やっぱりキラキラ星まだお持ちの方いるよね。今でもキラキラ星が飛んでる絶対1位。そう、余ってるお星様がさ、そうだから全部同じ子に投げれないから、例えばもともと応援してる子がいても余ってるのがあると思うの方がたくさんいらっしゃると思うので、ぜひお願いします。こんにちは。そう、ミッションのためにコメントもあるので、全然こんにちはとか、なんだろう本当に何でも大丈夫なので、コメントもしていただけるとミッションも達成できます。絶対1位。配信切らなくてもキラキラ星3時になると投げれるようになります。お、なるほど、切らなくていいんですね。了解です。ありがとうございます。3時半までぶっ通しでできちゃう。キラキラ星全部投げといた、嬉しい、ありがとうございます。絶対1位。ヤッホー、ありがとうございます。そう、定型文ポチってどれか押してくださるとすごく嬉しいです。こんにちは。もう59分だ。もうちょっとでキラキラ星がリセットされるぞ、ミッションも。そう、一応ね、この枠は一応イベントの時は毎配信すごいたくさん配信するから楽しんでいただきたいなと思って、いろんな一応配信内容考えてるんですけど、この枠は一応ドラマ語り枠の一応枠なので、もちろんね、そうじゃないこともたくさんお話しするけど、お時間あったらちょっとお話ししたりできたらいいなとも思ってます。ドラマがすごく私が好きなので好きなので。こんにちは。絶対1位。こんにちは。花江ポーズ。3時になりました。ぜひ皆さん、キラキラ星とミッションをお願いします。こんにちは。すごいたくさんありがとうございます。そう、3時になったので新しいキラキラ星をゲットできます。稲妻マークのところ、一番右の稲妻みたいなマークのところにあります。ぜひゲットして投げてください。お願いします。すごいたくさんありがとうございます。ミッションもね、結構配信を見るとかコメントをするとか、そういう簡単なものが多いので、ぜひ達成したらミッションで無料で小ゴールドがもらえるので、普通のギフトみたいに小ゴールドを使えるので、ぜひ
もしよかったら10連で投げていただくとさらに 1.2 倍になるのでよろしくお願いします。こんにちは、ワクワク3時です。ありがとうございます。花屋ポーズ、こんにちは。何のドラマ好きなんですか。お、いい質問、良い質問。好きなドラマたくさんある。なんかもう同じ好きなドラマ同じのを毎回言っちゃうんだけど、あの、いつ恋とか恋愛系ドラマだったら、いつかこの恋を思い出して泣いてしまうっていう、ちょっとタイトル長いんですけど、いつ恋っていうドラマとか、あとアンナチュラルっていう法医学のちょっとミステリー要素があるようなドラマも好きだし、あと医療系だと東京 MER が好きでしたね。あとはなんだろう、あ、マイファミリー面白かったです。すごいすごいのめり込んじゃいました。あとはなんだろうな、でもドラマいろいろ見てるかも。あ、そうだ、家政婦の三田園のなんか全部見れてたわけじゃないけど、結構もう何シーズンもやってて、その家政婦になってその行ったお家の問題を解決しちゃうようなお話なんですけど、それも面白かったり、あと今期9月までの7月期はビバンと量産型リコを見てたんですけど、面白かったです。ビバン、量産型リコはね、シンプルにね、あの主演の与田祐希さんの顔がすごくすごく可愛かったすいません、なんか勝手にいろいろ話しちゃったけど、ドラマは結構なんかね、お仕事始めてからあんまりそのシーズン何月期とかに1個とか2つとかあんまり見れてないんだけど、本当に中学生高校生とかの時はもう本当に同じシーズン20個とか見てたんですよ。めっちゃ見てました。ほとんど全部見てた。基本何でも放送してるものは見るスタンス。あの、めっちゃ見てました。100個投げてありがとうございます。こんにちは。ぜひそう、3時にリセットされたので、キラキラ星とミッションをね、クリアして小ゴールドもゲットして投げていただけたら、すごくすごく嬉しいです。こんにちは、笑顔の穴咲いてありがとうございます。絶対1位。こんにちは、頑張り、ありがとうございます。はじめまして、はじめましてじゃなくない、あれ、可愛いので100キラ投げますね。嬉しい。ぜひキラキラ星よろしくお願いします。こんにちは、花火ポーズ、キラキラ星100投げた、ありがとうございます。こんにちは、たくさんギフトもありがとうございます。絶対1位。こんにちは、そう、あのアンナチュラルの主演は石原さとみさんです。すごい、もうお顔がお顔がお美しすぎる。お美しいのに笑った顔はすごく可愛くて、こんにちは、笑顔の穴咲いてありがとうございます。詳しいねでも私が見たドラマはもっともう数知れず大量にあります。今のは特に好きなものだけピックアップして、テレビすごい、もう小さい頃からテレビっ子だったので、もちろんドラマ大好きなんだけど、ドラマに限らず、まあ、あのめちゃめちゃバラエティ番組とかいろんな番組見てました。小さい頃から番組表見なくても大体この時間なんちゃんは何やってるなっていうのなんか分かっちゃうぐらい見てた。そう、あんまりこの活動始めてから本当に少し厳選してなっちゃってるけど、高校生の時とかめちゃめちゃ見てた。
笑顔の花咲いてありがとうございます。こんにちは。 TBS 日曜のやつ多いね。あ、そう、でも日曜劇場は結構、ビバンは日曜劇場だけど、他も日曜劇場あったっけ、全然わかんない。あ、でもアンナチュラルも TBS だった何曜日かちょっと覚えてないけど。あ、東京 MER もそうだっけ。いや、でも意外とそう、 TBS さん面白いやつ多い。でもどのあの局の番組も、番組テレビもバラエティもドラマもよく見てます。あの、なんだっけ、なんだっけ、出てこない。サバ、私サバサバしてるのでみたいな言う女性が主人公の NHK でやってたすっごい短いドラマ、毎日短いのを何話も配信してた、配信っていうか放送してるドラマがあって、それもなんかちょこちょこたまに見かけただけだけど、なんか面白かった。全然全部は見れてないんだけど。あと NHK さんだとなんとかのスマホっていうシリーズ、信長のスマホとか、そのもし歴史上の人物たちがスマホを持っていたらみたいな世界線もすごく面白いです。でもそう、どこのね曲のねドラマも見てる。こんにちは。ジャンルは何が一番好き？どのジャンルも好きですね。あ、待って、言ってなかった。コンフィデンスマン JP 好きです、私。さっき言ってないけど。あの、なんていうの？コメディードラマだと、コンフィデンスマン JP とか好きだな。うん。ジャンルはね、どれも好きなんだよね。なんか、あ、でもあの、なんていうの、名前が出てこない、ちょっとミステリー系の、あのミステリーというか、名前が出てこない。テセウスの船だっけとか、なんか過去に戻って事件を直す、も、なんていうの、解決するとか、あと最愛とか、最愛見てないんだけど録画はしてあって、なんか正月かなんかに一挙放送したの録画したんだけど、そういう系のやつは面白いけど、なんか見てると怖くなっちゃうから、ちょっと見るのに勇気がいるこんにちは。ちらそう、1話完結なんですよ。家政婦の三田園とか、コンフィデンスマン JP とか、1話完結の方が、コメディとかバラエティ番組とか、コメディドラマのいいところはもう、なんか、なんていうの？その、深く考えずにも、本当に面白く見れるところ。本当に頭を使わず見れるところ。でも、だからといって、1話完結の方がいいかというと、でも、物語が続いてる、例えば、ビバンとかもそうだったけど、の方が、なんだろう、のめり込んでしまう感はあるから、どっちも好きです。絶対1位、ありがとうございます。こんにちは。アンナチュラル好きです。アンナチュラル結構、あの、人気高いと思う。こんにちは。可愛いアイドルちゃんが出てるドラマが好きです。でもわかります。量産型リーコすごい好きです。こんにちは。そう、 TVer さんあるから助かりますよね。あの、もう私はすっごい前から、結構最近 TVer さんほとんどの番組を配信してくださるぐらい、かなりなんか、なんて言うんだろう、盛り上がってるというか、なってる気がするんですけど、でも私はすごい、もう5年とかずっと前から、スマホを持つ前からパソコンで TVer で見てたぐらいで、 TVer さんはもうね、ずっと前からお世話になってる。でも最初の頃はドラマとか本当に一部の番組しか配信されてなかったのが、最近になってすごい
配信されるようになったのが嬉しい、ありがたい。リップの色が落ちてるのでちょっと塗りたい。友達からタンプレでもらいました、嬉しい。これね、普通のじゃなくてね、わざわざケースと別売りでね、ケースまで考えて買ってくれて嬉しい。お昼は漏れてる？どうだろう。でもさっきより今日、そう、午前中用事があって、朝がバタバタの雑メイクだったのをちょっと直した。あ、でもね、眉毛そういえばまだ描いてない。だからめっちゃ八丈。与田さん可愛いです。こんにちは。ビバン面白かったです。すごい。でも絶対続編あるからもう期待しかない。花江ポーズ、こんにちは。お嬢様説、それはないな。本当に一般、本当に平凡な家庭。こんにちは。花江ポーズ、しっかり電気使わないなら消してとか、めっちゃ売れる。無事投げ切ってありがとうございます。そう、3時でね、キラキラ星とかミッションがリセットされたので、ぜひキラキラ星とかミッションをクリアしてショーゴールドをゲットして投げてくださると嬉しいです。結構ミッションって言っても、見るだけとか、この配信を見るだけとか、コメントをするだけとか、そういう簡単なものがね多いので、ぜひゲットしてください。こんにちは。笑顔のあの咲いてありがとうございます。ちら、こんにちは。ハリーちゃんです。2回目のこんにちは。あ、光悦ガール見てました。面白かった。なんか光悦っていうお仕事をあんまり知らなかったから、すごいなと思って。石原さとみさんも美しかった。こんにちは。お美しいのに笑った顔が可愛い。花市のことね。そんなことないけど。吉平、あ、待って、なんか親が見てたような気がしなくもない。なんか聞いたことがある、それ。吉平、吉平じゃないっけ、読み方。なんかなんていうの、古いじゃなくて、なんていうの、舞台が昔だったような気が。なんか、あ、違うっけ。なんかね、名前聞いたことあるけど、ごめんなさい、詳しくないや。こんにちは。好きなドラマは何回も見るタイプですか？ものによるかもしれない。なんか1話完結のものだったら、なんかの軽い作業するときにね、なんか失敗にしたりとかで見たいなってなるときもあるけど、でもそのストーリー性のあるものだと、なんか先が分かっちゃってるからあんまり見ないかも。いや、でもなんか考察するのに、例えばここのところよく分かんなかったなとか、例えばビバンとかすごい複雑だったから、そういうのを理解するのによく見たいって思ったら見るかもしれないけど、そこまで何回も何回もは見ないかも。でもね、ビバンは何回も見るってより、一回見るときにしっかり分かんなかったら巻き戻して、あれ、この人誰だろうって思ったら調べて、一回でじっくり見てたかも、時間かけて。ドラマで呼び覚えてたりするよね。なんか最近は TVer さんで見ちゃうから、呼び感覚っていうか、あれがそうなんだけど、あんまりさ、見るのが関係なくなっちゃったけど、ビバンとかすごいハマってるドラマだと、日曜日にあるからとか思うと、なんか曜日よく見るようになる。今日もお疲れ様です。動く番組表とか知ってる。捜査一課長はね、見たことあるけど詳しくないかも、ごめんなさい。こんにちは。あー、パリピー。あ、なんだっけ、これ巧妙、お名前はわかる。ドラマの名前は見たことある。わかん、詳しくないや。ごめんなさい。絶対1位。ありがとうございます。花井と両思いになりたい。両思いですよ。
あ、待って、ペンがついてる。これ書いた時の。ぜひ3時でリセットされたので、流れ星とか、流れ星じゃない、キラキラ星とか、ミッションを、こういう稲妻マークのところでゲットして投げてくださると嬉しいです。でもたくさんコメントもギフトもありがとうございます。たくさんコメントもねしていただけるとね、ここの上のところのお星様に数字が書いてあると思うんですけど、盛り上がり指数になってるので、盛り上がり指数が上がって、なんていうの、おすすめに表示されやすくなるので、ぜひコメントもたくさんお願いします。ギフトもコメントも読み切れなくてごめんなさい。たくさんありがとうございます。こんにちは。あ、そう、はるかさんと稲田さん、あの DIY 出てましたよね。あのね、全部は見れてないけど、なんかそう見ようって思ってたんだけど、量産型リコもそうなんだけど、結構あのバタバタしてる時期とかぶってて、 TVer さんで見ようと思ったら配信終了しちゃってたり、見逃しちゃったりとか。量産型リコも DIY も結構見逃しちゃったんですよね。ショック、何話か見逃しちゃって、 DIY は特に見逃しちゃうことが多かった。意外と深夜枠のドラマが面白い。あ、でもそう、なんかね、深夜枠のドラマも見てるときは見てたかも。なんか高校生のときとか、全然時間があるときは本当に普通の時間帯じゃない、なんかいつがあったっけ、お昼とか、なんかいろんな時間のドラマ見てました。こんにちは。サバの味噌煮、サバの味噌煮感あるよ。そういうドラマあったっけ。こんにちは。でも DIY そう全然ね見れなかったんだよね。見たかった。量産型リコもね何話か逃しちゃって。チコちゃん、チコちゃんはね、なんか結構テレビで見かけるとそのままにいっちゃうかも。面白いです。絶対1位。こんにちは。あ、そう、私ってサバサバしてるから漫画面白いですね。私は何回か見かけて見ただけなんだよね。100キロお届けありがとうございます。こんにちは。笑顔の穴咲いてありがとうございます。ナイポーズ。朝ドラとタイガは、朝ドラはほぼ毎日朝っていうのが見れなくて、本当にたまに見かけたらって感じなんだけど、よいしょ。大河ドラマはね、親が撮ってるのを一緒にたまに見たりとかぐらいかも。こんにちは。初演の女優さん、笑顔の穴咲いてありがとうございます。ドラマ評論家できそうなくらい見てる。めっちゃテレビっ子だったんです。本当に帰ってきたら、小学生の頃から帰ってきたらまずテレビをつけるっていう生活でした。こんにちは。最近アニメがドラマとか映画になるものが多い。映像なんですね。こんにちは。それも日曜劇場。あ、待って、どれだ。でも日曜劇場結構多いんですよね。すごい面白い。こんにちは。ガリレオはね、見たことはある、何話か見たレベルです。全話は見れてなかった気がする。でも何話か見た記憶。最速さ刑事、ごめんなさい。こんにちは。そう、大でん、どんでん返しとかね、あると面白い。笑顔の穴咲いてありがとうございます。こんにちは。スルーしてますか？ってこと？
コメント？コメント読んでるよ。ぜひ、3時から、リセットされたので、ミッションとキラキラ星があるので、ぜひチェックして、稲妻みたいなマークのところにあるので、投げてくださると嬉しいです。笑顔のあの咲いてありがとうございます。こんにちは、花井ポーズ。そう、いいとも思った友達が、すごい。朝からずっと可愛い。でも朝は顔がむくんで、もう、そもそもね、あれどこやったっけ、ちょっと、新しいスマホスタンドを使ってたんですよ、朝の配信は。まだ。で、この、いつものに戻したら、マシになりました。映りが。ライトがね、すごい光るから、新しいやつさ、なんか、安定性はこっちよりいいんだけどね、全然照明がね、ダメだった。そう、むくみもそうだし、普通に映りも合わせて、朝からどんどんマシになってきました。こんにちは。そう、2位なんです。本当にありがたいことにたくさん応援していただけて、本当に嬉しいです。でも昨日もさ、2時間配信してない間に一気に2位から、5位か6位まで落ちてしまったので、1位を、絶対1位になりたいので、1位で目指して、油断せずに、もっともっと頑張りたいです。こんにちは。キラキラ星おすわけありがとうございます。絶対1位、こんにちは。笑顔のあなさんいてありがとうございます。花井ポーズ。そう、ちょっと飛ばさないとね、コメント溜まっちゃう。ごめんなさい。こんにちは。キラ星役、ありがとうございます。吉田花江じゃなくて、北花江です。そう、木っていう、喜ぶっていう字がさ、よしとも読みますよね。北花江って言います。ぜひ、初めて来た方とか、ぜひ、フォローしていただけたら、お名前も覚えていただけたら嬉しいです。今ちょうどイベントに参加中なので、キラキラ星とミッションをよろしくお願いします。3時からちょうどね、リセットされたと思うので、ぜひよろしくお願いします。ハロー。毎日3時に更新されます。出てこない。ミッションとキラキラ星が。ごめんなさい、ちょっと溜まっちゃうコメントが。やばい、この枠3時半までなので、あと2分で残留見失わなきゃいけない。まずい、ちょっと飛ばしますね、ごめんなさい。メイクかわいい、ありがとうございます。東京ラブストーリー、名前は聞いたことあるけど、ごめんなさい。あ、市役所、待って。名前はよく聞いたことあるから、見たことあるかもしれないけど、ちょっと覚えてない。ちらん、こんにちは。あ、101回目のプロポーズ。待って。わかる。待って、ちょっとね。出てこない。ドラマタイトルはわかるし、なんか、出演者さんとか見たら思い出すかも。見たことあるような、ないような。ちょっと待って。ハッシュタグが井戸の井に見える。ごめんなさい。花井ポーズ、こんにちは。やばい、コメントが溜まっちゃう。たくさんコメントもギフトもありがとうございます。絶対1位。笑顔のうなずいてありがとうございます。ぜひ、キラキラ星と、ミッションで小ゴールドをゲットして投げてくださると嬉しいです。絶対1位、こんにちは。ごめんなさい、めっちゃ前ですよね。まだ前だよね。たくさんコメント本当にありがとうございます。読み切れなくてごめんなさい。絶対1位。米渋滞してるだけです。ごめんなさい。でも、渋滞しててちょっと読み切れないんです。ごめんなさい、コメント。イベント中、いやでもファンの方がたくさん応援してくださるからです。本当に。ありがとうございます。絶対1位。初見ありがとうございます。ぜひ、ミッションと、キラキラ星を、獲得して投げてくださると嬉しいです。ミッション獲得っておかしいけど。100キロありがとうございます。こ
こんにちは、ありがとうございます。お、よかった、危ない、26分、あ、戻ってきました。なんていうの、最新に、よいしょ、男児を見をします、こんにちは。すいません、この枠が3時半までなので、男児を見を急いでして終わらないといけないんです。次は8時半です。結構時間いっちゃうんだけど、5時間後だね。誕生日します。1位、はなはなさん、花屋しか、ありがとうございます。くま、ありがとうございます。2位、シューウィズさん、ありがとうございます。ハート、ありがとうございます。3位、星100個必ず投げてからコメントしてのお願いしますさん。ケンジさん、ありがとうございます。ピース、アコピース、懐かしい、なんか中学生ぐらいの時に流行ってた気がする。4位、グッチさん、ありがとうございます。ダサンポーズ。5位、塩さん、ありがとうございます。敬礼。6位、サンソンさん、ありがとうございます。花屋ポーズ。7位、量産型パンダの帝王さん、ありがとうございます。どうしよう、ハート。やばい、天のこのペンが消えない。8位、はかね抜きスターブさん、ありがとうございます。ピース。9位、ブライアンさん、ありがとうございます。小顔ポーズ。10位、達郎さん、ありがとうございます。どうしようかな、あ、ハリーちゃんがいる、ありがとうございます。11位、しめじじさん、ありがとうございます。猫、あ、そう、次の奥ね、はなにゃんが遊びに来てくれるかもしれないらしいです。カモって書いてあるから、カモだから。12位、七色のインコさん、ごめんなさい、噛んじゃった、インコさんか、七色のインコさん、なんか名前の続きが出てこない、ごめんなさい、読めない、ありがとうございます。どうしようかな、うさぎ。13位、こやこやさん、ありがとうございます。どうしよう、こちら、ありがとうございます。28分、おギリギリ、でも30分だからあと2分ある、意外と時間あった、よいしょ、ちょっと足がしびれちゃった。ありがとうございます。イベント参加中なので、ぜひ3時でリセットされたので、キラキラ星とミッションで超ゴールドをゲットして投げてくださるとすごい嬉しいです。次の枠は8時半から9時半の1時間枠なので、ぜひ来てくださると嬉しいです。たくさんコメントもギフトも本当に、壇上じゃない方も本当にありがとうございました。ダメだ、めっちゃ噛んじゃう。壇上の方しかお読みできないのが心苦しいです。こんにちは。ペンはね、プロッキーかな、色はプロッキー、色がついてるな、プロッキー。黒いのはマッキーでもプロッキーでもない。こんにちは。そう、フォロワーさんが増えてます。配信癒された、ありがとうございます。スクショタイム絶対1位の1で、そう、ぜひね、拡散もお願いします。さっき時間オーバー、いや、さっきはね、始めたのも若干遅かったから、まあ大丈夫。そう、若干短めが多分多いと思うので、多分大丈夫です。キラキラたくさんありがとうございます。お、ハンダありがとうございました。次は8時半なので、ぜひお待ちしてます。キラキラ星とかミッションとかまた投げに来てくださると嬉しいです。ありがとうございました。フォローもぜひしてね。
ありがとう。